はい、どうも。えっ、ー、と、今回ですね、えー、栃木県のですね、えー、南の方の小学校の先生がですね、えぇ、ー、ん段ボールにですね、隠しカメラで、隠しカメラで、えっ、ー、と、生着替えだそうで、で、一応、ま、懲戒免職処分ってかな感じなんですけど、これ系はですね、あのー、若干悪質、悪質なのかなと思っておりまして、あのー、 よくですね、商業施設でですね、えー、なんかスカートの中を撮っちゃったとかですね、それ系はよく見るんですけど、よく見る。よく、よくある、あることらし,らしいんですけど、えー、生着替えをですね、えー、撮影するケースもですね、割と多くありましてってことで、えー <laughs> はい。まあ、えー、少しぐらいの出来心でですね、えー、ン段ボールにですね、穴を開けてですね、えー、カメラを設置してですね、えー、なんかをするんですね。あの、なんかですね、あの、相談事が、まあ、小、小学校の生徒さんなんでね、 まあ、君たちどうせおな、お悩み事があるんでしょう。私にその悩みをですね、えっと、話しなさいとですね、言って、うん、うん、君も大変だねって言った後ですね、隣の部屋で、えっと、着替えを促すんだそうですよ。で、隣の部屋にはですね、ええー、まあ、段ボールが置いてあってもね、わかんないような気がするんだけど、これならわかりますよ。 これならなんか、あ、これでもわかんないのかなこれってあの空気砲のやつじゃないのなんかこの、このぐらいでも、撮れるんですかねわかんないな。タブレットで撮ってたらしいんですけどね。これじゃわかんないよ。好意志のか隠しカメラがバレバレ ね、こんなの完全犯罪な匂いがしますけどね。これでカメラの隠してあるのじゃあ設置してあるのいやーもう無理だよ。無理だよ。よく。で、しこたまですね。ししこたまこう、ま、と、隣で着替えなさいって言って着替えるんで、<laughs> ま、あ、 そうですね。ま、と、取りに取った後ですね。バレちゃったそうで。はい。なかなか、バレ、バレたのもおそらく偶然で。で、あの、タブレットの中にはですね。あれ、タブレットの中に動画が入ってなかったって言ってたぞ。これなんかおかしいな話だな。なんかですね、同僚の先生がですね。 同様の先生がですね、あのー、なんかこの先生がちょっと出てきたらちょっと怪しいなと思ってですね、調べたら段ボールの中にタブレットが入っててそこから撮影されてたってことなんですけど、えー、それがあったってことはですね、えー、撮影後だと思うんで、で、えー、 この先生のタブレットの中にはですね、あの、調べたらですね、その、動画は入ってなかったそうなんですよ。これあれだな、消してるのかな <laughs> なんかですね、どっかで、あの、校長先生がですね、この、この事件の発覚はまずいからってことで、えぇ、ー、動画を消させてですね、あの、 保存する部分にはですね、動画は入ってなかったよって言ったら、その、それがバレてですね、校長先生もなんか処分を受けたとかですね、なんかそんなお話もありましたんで、はい、えー、なんでね、えー、今回小、小学生ですけど、えー、学校の先生とですね、えー、穴の開いた段ボールとですね、 えっと、カメラ付き端末はですね、えっ、ー、と、組み合わせが悪いのでね。で、が、あれだなぁ。これも、これも男性教諭があれなんですね、懲戒免職なんですね。もうなんかビデオ学習かなんかでいいんじゃないのみたいなのはちょっと思いますけどね。で、えぇ、ー、そうですね。 そうですね。昔、昔ですね。こんな感じのことは、起きな、起きてなかったような気がするんで、それはですね、先生が学校にカメラを持ってこなかったとかですね、カメラを持ってきたとしてもですね、えー、結構でかいとかですね、現像するのに、カメラ屋に頼む必要があるとかですね、そう、それ系で塞ぎてただけで、はい。 まあ、さ、昨今のですね、えっ、ー、と、カメラの小型化とですね、カメラの性能のアップとは、ね、ものすごいものがありまして、で、えっ、ー、と、今回ですね、ダンボールにですね、ダン、ダンボールにしっかり隠してですね、あの、完全犯罪を狙ったものでして、えー、あ、で、あれなんだ。 で、これもですね、おそらく罪には問われてないんですね。あれなんかですね、これ系をですね、やると、普通はなんか自動ポールの製造とかで、あーだから消させてるのかな。自動ポールの製造とかで、あの、えー、警察が逮捕して裁判をしてですね、 判決が折れるぐらいのあれなんですけど、今回のこれはですね、警察の毛の字も出てこないわけですね。判決のハの字も出てこないわけで。ある意味ですね、完全犯罪といえば完全犯罪ですねってことで。えー、一応ですね、学校の先生の仕事はやめてるんですけど、 あの、1ミリもですね、罪には問われてないので、ええー、はい、今回のこれはですね、ええー、見方を変えればですね、完全犯罪なので、まあ、そうですね、段ボールに穴を開けて撮影ってことなんで、完全犯罪を狙ったものなんですけど、バレてるんですけど、完全犯罪ですねってことで、はい、今回、以上です。